「シギンチャンネル」 おはようございます。こんばんは。詩吟チャンネルのヘイヘイです。このチャンネルは詩吟歴20年以上の私ヘイヘイによる詩吟というとてもマイナーな日本の伝統芸能の魅力や吟じ方についてわかりやすくザックバラにお話ししていくチャンネルです。えー、皆さんいかがお過ごしでしょうか、えー、?2 日間、えー、休んでしまいまして申し訳なかったです。あのー、ご心配をおかけしました。<laughs> えー、そうですね。まあ、あの体調は えー、無事回復しましてですね。うん。結果としては多分、ノロウイルスだったんじゃないかなと思うんですけど、ただまあ、うん、本当はあの、無益ですっていう配信の時から若干気分があ、そう、落ち込み気味だったんで、その辺から体調不良が、あもう、兆しがあって、で、そう、次の日からもう、吐き気がとか、朝から吐き気がとかですね。で、そうしたらその翌日は、えー、今度は奥さんが吐き気がって言って、えー で、もう家族が順番にという。まあ幸い、そう、娘は、娘はなんか全然、うん、へっちゃらな顔してたんですけど、やはりあれですね、本当にあの、夫婦だけで過ごしてる時は、あの、どっちかが支えてくれるっていうので、えー、なんか安心感があるんですけど、逆に子供がいると、<laughs> もう、辛くても、どっちかがやらないといけないっていうので、いやー、本当に、えー、自分を含めた、そう、自分三人兄弟なんですけど、いや、その時の、 親のことを思うと、本当にすごいなって、えー、しみじみ思いました。まあ、あの、ただ、2日しか空いてないんですけど、まあ、3日目か、うん、なんですけど、やはり今日はちょっと、喉の調子がまだいまいちかなというところなんですけれども、えー、ご了承ください。本当にあの、温かい、優しいメッセージくださいましたから、えー、ありがとうございました。まあ、あの、今日からですね、また改めて再会していこうと思います。えー、よろしくお願いします。さて、<laughs> 今日の、 本題なんですけれども、えー、どうしようかな。ちょっと悩んでいてですね。えー、毎日の鍛錬ですね。えー、この毎日が、えー、継続できなかったら、えー、失うもの、そして得られるもの。まあ、こういった内容でお話ししようかなと思います。まあ、あの、まさに、えー、タイムリーなんですね。<laughs> この、僕も今のようにもう毎日。 資金チャンネルを配信してきたわけなんですけれどもあとはあの高専生の時に高専の時にですね、えー、5年間毎日休むことなく、えー、続けてきて発声練習続けてきて、えー、得るものもあった逆にですね、えー、その続けないからこそ間が大きく空いてしまったからこそ得られるものというものもまああるっちゃあるんでですね、えー、そういった内容でお話ししていこうかなと思います ま,あまずこの毎日の練習ですね、えー、これが継続できなかった時に、えー、失うもの失うもの,、まああのある程度想像はつくかと思うんですけれども、うんとまあ、3つぐらいあるかなと思いますやはりですね、えー、喉は筋肉なので、まあ、この喉がちょっと弱くなってしまうんですよねということで、えー、失うものとしては、まあ、あの声量とか、えー、声の艶 とか、えー、あとはさらにはですね、銀の細かな表現、えー、こういったものが失われていきますね。まあ、一歩下がると、交代してしまうという感じですね。えー、声量というのは、まあ、やはり声帯も筋肉の一つなので、えー、そこを使わなければ、あ、やはりどんどんと、えー、衰えてしまうというか、鈍ってしまうとか、あ、そういったことになります。それに合わせて、えっ、ー、と、声の艶ですけれども、やはり、うん。 声をよく出している人の方が、まあ声帯の細かい動きは僕も医学的にはよくわからないんですけれども、まあ、うん、やはり声のノリがいいんでしょうね。もっとスカーンと声が出るというか、ああ、いつ高い声も出しやすいとか、伸、えー、び伸びと声が出るとか、そういったものは、まあ、喉だけじゃないんでしょうね。きっと体全体を含めて声の動きが、うん、ちょっと鈍ってしまって出にくくなるんじゃないかなというところがあります。 そしてこの3つ目の銀の細かな表現これはうんやはりですね、えー、銀をどこまで表現するかっていうのは積み重ねにやっぱりなってしまうんですよね、うん、と,というのも何、うん、て表現したらいいかな最初は「えー、聞くと」と えー、例えば、天空のところだけ気をつけようと、えー。で、そこがだんだんできるようになったら、じゃあ、ークと結句の方も頑張ってみようとか。えー、そうしたら次は、菊の中だけでも、えー、その中でも緩急を気をつけてみようとか。あ今度は、天、え、空、ー、のところのこのアクセントをもっと気をつけようとか。あただ、そうすると、だんだんとですね、まああの、一つ一つ山を登っていくように、えー、荒々しいところからより細かいところまでですね、えー、気に、 すするるることがでできるようになってくるんですね、えー、細かいとこまで気にするためには逆に荒々しいところを順番にですね、えー、無意識になれ、できるように、えー、繰り返していかないといけないんです。だから、えー、継続ができなくなってくると。まあ毎日ってわけじゃないんですけれど、継続できなくなると、そこの 大元の前提のところの意識が崩れていくので、えー、他の細かいところまで到達する前に、もう足元がぐらついてしまうということ。まあ、あのー、大雑把に言えばその骨組みがあぐらついてしまうので、またその骨組みをしっかりするところから始めないといけなくなってしまうということがあるんですね。えー、まあ、こういう感じで、その継続した練習ができないと。 ま、毎日って言うとちょっと厳しいところあるんで、継続できなくなると、失うもの、声量、声の艶、えー、銀の細かな表現、こういったものがあります。一方ですね、一方、まあ、あの、得られるものも、まあ、あるんじゃないかなと僕は思ってるんですよ。どういうものが得られるかというとですね、えー、どん詰まりになってしまった問題の、えー、解決策みたいなもんですね。<laughs> 抽象的ですけれど。 今まで、うん、ずっと練習し続けてきたんだけれども、うん、何度も先生に言われたのになかなか解決できない。うんえー、本当に、うん、頑張っても頑張ってもわからない。継続しても、どんな言い方をされても、うん、よくわからない。っていう、そういった時に、えー、間が空いたことによってですね、まああの、 気持ちがリセットされるとか、あ他の外部の情報を得て、えー、ふとしたインスピレーションが湧き上がってくるとかあ、そういったことがあります。まあ僕の場合で言うとですね、うんと、二つあって、えー、結構大きいんですよね。一つがあの、腹式呼吸のやり方です。これはあのー、そう、高専で5年間続けていて、 一番真面目に資源やってた時なんですけど、その時に複式呼吸の問題ぶつかったんですけど、本当にどれだけ頑張ってもですね、考えても、うん、全然解決できないんですよ。 頑張れば頑張るほど逆に悪化するようなそんな気持ちになって、えー、先生からも言われてもですね先生ももうどう伝えればいいかわからないみたいなあそんな状態があったんですでそこからですね大学生社会人になって結構あの練習もだいぶ雑になってですね間が空いたんですよ <laughs> だいぶ空いたんですよねでそれで他の回の練習にもちょっと顔出してみたりとかあ,あとは自分で調べてみたりとかあそういったものも組み合わさってですね、えー で、あの、環境も変わったことによって、複式語句はようやく、まあ、あの、自分でも人にそれなりに教えれるぐらいに、ええー、ようやく分かってきた、っていうことがあります。あとは、あのー、もう一つ、うんと、銀字型、銀字型もまあ、あるかなと思いますね。うん。うんと、今までは、まあ、あのー、なんて言うかな <laughs>、えー。自分がもう、どうだどうだと、ええー、人にもう、 これ見よがしに見せるような、あそういう意識で銀じていたんですけれども、まあ年を重ねたのもありますが、まあ間を空けて環境が変わって、えー、それによってですね、もっと聞いている人が心地よいと思える銀っていうのはどういうものなんだろうかとかですね、そういうふうにまあ考えが切り替わったということがあります。まあこれも今まで必死にガンガンガンと続けていたらですね、えー、同じ方向でしかずっと、うん、そう。 同じ方向でしか行けないんですよね。え、そこの方向に加速するか減速するかだけであって、別の方向に行こうっていう考えにはならないんですよ。だから、まあ、あの、間が空いたことによって、えー、毎日の練習ができなかったからといってですね、えー、まあ、あの、すべてがすべ、全部が全部失うわけじゃなくて、まあ、あの、それもそれで、きっかけでですね、えー、 まあ、得られるものもあるんですよ、という <laughs>。多少なりとも、なんかあの、毎日、3日坊主なんですとか、過去にやったけれども続けられなくてとか、そういった方もですね、少し希望を持ってもらえたらな、と思います。<laughs> まあ、とはいえですね、やはりあの、継続っていうのは、本当に一番確実で、一番ベースとなるものを形作ってくれるので、それをするに越したことはないんですけれども、それが、まあ、いろんな事情でできなかったからといって、え、ー 全て失うわけじゃないと。ただ、シンプルにですね、えー、銀道というものは、道のりが本当に、えー、生涯かけるような長いものですし、えー、人生経験があ、人生経験を重ねるだけで、それがあの銀の上達にもそのまま繋がってきますから、あのー、心だけがですね、死銀と離れなければ、まあそれでいいんじゃないかなっていうふうに、えー、最終的には僕は思うという、<laughs> えー、そういう感じですね。まあ,あの本当に、 結構、一でも毎日、えー、年末年始もやるぞというふう頑張ってきたけれどもいや、こんなところで、なんか久しぶりに、しかもコロナ以外で風にかかったというとこだったんですけど、まああのーうんえー、気持ち切り替えてですね、えー、また僕もコツコツと、えー、できればまあ毎日、うんえー、まあ家族のことで問題があったらそれはそっちを優先してということで頑張りたいかなと思います。やっぱりなんか、うん、喉が、 疲れやすすいですね <laughs>、えー、よしよしあとはあそうだうんと、えー、後半に入る前に1つ、えー、ご連絡ですねあの1月20日までに詩吟、えー、の、えー、無料公開アドバイスを募集しております現在あの1名ですね、えー、いただいておりますまだあの他にあと12名、えー、募集しておりますんで、えー、せっかくの機会に、まあ そう、普段、吟じていないけれども、まあ、あの、せっかくだから、まあ、やってみようかな、とか、うん。そういう場合はですね、あのー、送ってくるメールに、あの、久しぶりなので、あの、優しめにアドバイスをお願いします、とか、そういう文面を書いていただければ、あ合わせますんで。<laughs> そんな、久しぶりの人に僕もガシガシ、ここはなってない、ここはなってない、みたいな感じの言い方は、あの、決してしないんですね。僕も言われたら辛いですから。あー あの、ちゃんと、ケースバイケースで合わせていきますんで、えー、まあ、あの、本当に、心配なさらず、今んところですね、教えた方皆さん本当に上手いんですよ。あちょっと、上手すぎるかなというところもなくはないので、えー、もう少し、あの、銀歴浅い方、<laughs> 浅くても上手い人もちょっと困ったもんなんですけどね。あのー、はい。いろんな人の銀を、できれば他の人のためにもですね、えー、紹介できればと思いますんで、緊張するかと思いますかあ、お待ちしております。よし。では、後半、銀じていきたいと思います。 こちらもあの今日リ,、えー、リクエストいただきました。本当はあのもう一個ですね、あのリクエストあるんですけど、それちょっとまだあのできていないんですよ。えっ、ー、と、松口月上の母というやつをですね、結構あれなんか長い詩なんですよね。ちょっとそれ今あのまだ練習しきれていなくて時間がかかっていて申し訳ないです。えー、ということで今回あの別のリクエストいただきました。えー、OT さんからですね、えー、参考同士に示す。えー、こちらのリクエストをいただきましたんで、銀字でいきます。これ僕の結構好きなやつですね。よし。 では、まず、自分から読んでいきます。参考同士に示す、草葉廃線。道は幼鳥に行って、石体滑らかなり、風は相いより、雲を張ろうて巡る。山に登るはあたかも、書生の行に似たり、一歩歩、多行して、光景開く。山道。 山地は斜めにどこまでも続いていて石に蒸した苔も滑らかである風は草履の下から雲を払って吹き巡る山に登るということはあたかも書生が勉学に励むことと同じである勉学に励めば励めば励むほど見識が開けてくるように一歩一歩高く登るにつれて新しく視界が開けてくるのである いや、あの、これは本当にあの、詩文としてもですね、あと、うん、いろいろと結構これ好きなんですよ。だから僕過去にも何回も禁じてるんですけど、いや、嬉しいリクエスト来たなと思っております。あの、道は幼鳥に行って、石体滑らかなり、え言葉が長いんですよ。言葉が長いんですけれども、なんかこのリズム感が心地いいんですよ。吟じてみたらわかると思うんですけど、本当に、この菊がですね、好きなんですよ。あとは、えー 山に登るあたかも書生の行に似たり一歩多行して光景開くこのなんていうかな1日に1日をですね120%頑張るっていうのは僕結構苦手なんですけれどもこの 70%でも60%でもいいから、えー、休まず、じっくり、コツコツと、えー、頑張っていったらあ、いずれなんか道が開けてくるよ、みたいな、そういうメッセージがですね、僕あのー、好きなんですよ <laughs>、うん。だから、そう、これ、いいんですよね。ということで、ちょっとあの、なんか本当に喉の体力ない感じはするんですけど、頑張って、吟じていきたいと思います。参考同士に示す、草葉配線。 道は幼鳥に行って、石体滑らかなり、 風は空いてより雲をはろうて」。 えー、あまりあの本当に、えー、のどの体力体力いやこの声のつやつやですねうんこのその前に前に出して。 血に響かせるように、血を吐うようにという、えー、声質がですね、今全然できてなかったんですよ。わかりますかねわ <laughs> かるだろうな。うん、そう、えー、やっぱり、まあ、久しぶり、まあうん、ですね喉、風邪でやられたわけじゃないんですけれど、うん、本当にこの垢抜けない、えー、スカーンとした感じがですね、出ない、出ないんですよね。だからあの、響きに、えー、かばけてしまった感じがあるんですけれども。うん この「道は幼鳥に行って石体滑ならかりこのぬめ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 とした感じがですねまあ逆にそう好きなんですよ羊の蝶とかですね石の苔とかですねこんな納豆みたいな雰囲気とか感じいや僕結構好きなんですけどねということであの参考同士リクエストいただきましてありがとうございましたうんな早く喉の調子戻ってほしいんですけれど。 まあ引き続きですね、えー、コツコツ、また毎日ですね、うん、できるだけ続けていきたいと思いますので、えー、どうかどうかよろしくお願いします。ではでは今日は以上となります。詩吟の魅力を発信する詩吟チャンネルどうもありがとうございました。バイバイ